はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は四年生の道徳一緒に遊ばないについてお話をします内容項目は友情信頼ですはい、えー、それではあらすじです広志大輔ゆきぐ周は仲良し4人組ゲームが得意な広志は大輔を狙い撃ちにする怒った大輔は一人で早く帰ってしまった翌日四人で鬼ごっこをした走るのが早い大輔は走るのが遅い広志を追いかけ回して鬼にした この様子を見ていた行次は、ひろしと大輔は楽しいのと言ってきた。ひろしと大輔はこの一言でようやく気がつく、そして4人で仲良く遊び始めたという話です。まあ、この話はよくありますね。仲良くしていてもこういう小さいことでね、最終的に喧嘩になってしまうということ、よくあると思います、えー。学習指導要領の解説ですと、 しかし、自分の利害にこだわることで友達とトラブルを引き起こすことも少なくないと、この広ロと大輔の関係がそうですよね、まあ、結局ね、恨みを晴らしてやろうっていう感情が働いちゃったんですよね、えー、指導にあたっては友達のことを互いによく理解し、信頼し、助け合うことで健全な仲間集団を積極的に育成していくことが大切であると。ということでですね、ヒロと大輔の言動を取り上げ、 自分たちの利害を遊びに持ち込むことが友達関係を害することに気づかせるということで指導計画を立ててみましたはい、えー、それでは授業です、えー、まずですね友達と楽しく過ごすために気をつけていることはありますかということを聞きたいですよねまあ嫌なことを言わないだとかね、えー、ルールを守るだとかっていうようなね、えー、発言が出てくると思います、えー、そこでですね えー、QR コードより、ね、動画を視聴させようと思います、まあ、漫画も、ね、ついてるんですけども、動画の方が私はいいと思いますね、えー、その前にですね今から、ね、4人の友達をめぐる話が出てくるのでね、ねこれは友達との関係を悪くするなと思うことをノートにメモしておきなさいと、ねえー、教科書の、ねえー、に教材として載っている漫画を見ながらでもいいですよということをまず子どもたちに言っておきたいですよね。 えー、そこで、だーっとね、子供にメモをさせて、メモを元に話し合いをさせていきます。えー、ね、なぜそれが関係を悪くするかと思うかということでね、意見を言わしておきますね。まあ、男の子、特に男の子にはね、思い当たる節がいっぱいあると思いますから、それを出させて意見を言わしていくと。ちなみにね、私は次の八つをちょっとね、えー、まあ、メモということで書いてみました。えー、大輔のね、広ロを狙おう発言。 広ロが毎回大助を最初に任すという行動。情けないなという広ロの発言。三人で遊ぼうぜという広ロの発言。大助の僕,が僕から鬼やるよという行動。大助が最初に広ロを捕まえたこと。大助の修二でも狙うかという発言。えー、大助の修二にわざと捕まってすぐに広ロを捕まえた行動。このあたり問題になってくると思いますね。まあでもね、あくまでもね、子供たちの メモをもとに話し合いをしていくということがメインになると思いますが、今言ったようなところでね、先生がね、ポイントとして挙げたい部分があれば、これは提示していけばいいと思いますね。まあ、こうやって見るとね、結局ね、ね4人で遊んでたんですけど、いつもの間にかね、広ロと大輔のやり合いという形になってしまってるわけなんですよね。はい、そこでですね、雪次が鬼ごっこをやめるといった理由は何だと思いますかとね。ねまあ 二人のやり合いになっちゃってるから他の子は面白くないですよね。はい、まあそういったことを抑えて最後にですね、友達と楽しく過ごすためにどのようなことに気をつけたいですかノートに考えを書きなさいということでね、授業を終えたいと思います。YouTube 動画とは別に、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています。毎月行っているセミナーの案内、強化単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますので、ぜひご登録をお願いします。 はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、いいねボタンをクリック、そしてチャンネル登録をお願いします。